三田健介、三田健介、三田健介、1876年1月12日から1964年5月14日は、日本の病理学者、皮膚科医。生涯を、ハンセン病の撲滅に捧げ、国立長島愛生園初代園長等を歴任した。生前は、旧来の父とあがめられ、文化勲章や、ダミアン・ダットン賞を受けた。その一方で、 患者の絶対隔離政策を推進する、来予防法改正、村井県運動、来予防法制定等の中心人物であり、日本の大半戦病政策の明暗を象徴する、人物ともされる。増将増位、君一等随法省。1876年、明治9年1月12日、山口県沢郡中間村、現、豊富市に生まれる。 高等小学校卒業後に上京し、医師、過去鶴戸宅で住み込み書生をしながら苦学して、医術開業前期試験に合格した。合格後は、実技試験対策のために、再生学者に入学、1895年、開業後期試験に合格する。再生学者の同期に、野口秀夫がいる。東京帝国大学医学部選科に席を置き、 学士でないハンディを乗り越えて、病理学を学び、ハンセン病の撲滅を志すようになる。当時ハンセン病の療養施設、養育院から検体があったが、学士の同僚たちは、罹患を恐れ、誰も解剖をしようとはしなかった。ハンセン師病の患者を救いたいという一心から、ミツタは危険を顧みず、解剖に当たったとされる。1898年。 東京帝国大学医科大学専科、病理特科を卒業し、同年7月に東京市養育院に就職する。翌1899年にかけて院内に改修病室を開設し、ハンセン病患者の医療に取り組み、患者隔離政策の推進派となる。1908年には同院副医長に就任。1909年、 公立来療養所全商病院長に就任。1914年、大正3年、全商病院長に就任するとともに、保健衛生調査会委員に就任し、ハンセン病予防事務視察のため、欧米各国などにわたる。1915年には、入所者に対して、初めて男子手術、ワゼクトミを行う。これは、男女別に収容されていた入所者間に、 子供が生まれたことを背景に、入所者間の所内結婚、通い婚を認める条件として、男性入所者に対して行われたものであった。1919年に発表した論文、大結節乳剤をもってする皮膚反応の価値は、ハンセン病の病形を診断する、三ツ田反応の開発へとつながる研究成果であった。1923年に、ストラスブールで開催された第三回。 国際来学会では名誉回答、座長を務め、三田反応などについて発表したが、反応はなかった。なお、三田反応は、弟子の林文雄によって完成された。1930年、昭和5年頃より、日本政府による内根絶運動が本格化し、三田はその中心人物の一人となる。同年、岡山県の長島に完成した。 国立療養所長島愛生園の初代園長に就任する。1931年4月には、来予防法が改正され、全ハンセン病患者を強制隔離する村井県運動が始まった。1943年に、ハンセン病特効薬プロミンが開発され、1947年には、日本でもプロミンによる治療が開始され、薬物療法が確立されて、 強制隔離の医学的必要性が疑われるようになっても、三田は強制隔離政策の維持、強化を主張し続けた。1951年、ハンセン病治療研究及び患者救済における功績により文化勲章を受賞する。また、山口県豊富市並びに、岡山市名誉市民となる。大島清章園長、野島康春によれば、すでに1 9 4三年に、 文化勲章受賞の動きがあったという。これに揺れは、同年秋の全国来療養所所長会議が東京で開催された翌日、厚生省委務科秘書課長が野島に対し、三つ田反応の発見を理由とした三つ田への文化勲章創生について意見を聞いたといい、野島は三つ田反応は三つ田の業績のごく一部にしか過ぎず。 先人未到の雷病理の解明をされたことこそ文化勲章に値するという理由で、三田反応を理由とした物文化勲章創生に反対したという。また青柳緑は1950年から翌年にかけて三田の反戦ンン病関連論文をまとめた雷に関する論文の第二から四集が刊行されたのは三田を文化功労者にするための井上健と厚生省の 好意ある陰謀としている。その後も、1953年制定の来、予防法に、積極的に関わるとともに、法令の存続に力を入れた。1957年3月に退官し、長島愛生園名誉園長となる。1961年には、ハンセン病医療への貢献に対して贈られる、ダミアン・ダットン賞、ダミアン・ダットンアワードを受賞した。 1964年5月14日死去。去年89、死後2時間後、岡山大学の浜崎名誉教授と小川教授の執刀により、遺体が病理解剖された後、遺骨は長島愛生園にある万霊山遺骨堂に収められた。信、ぶ、肖像くらい、君一等随宝書を追贈。三田は、ハンセン病の治療、研究に長年従事し、 ハンセン病関連の日本を受ける政策提言や患者救済事業に積極的に取り組んだパイオニア的な存在として医学界からも社会からも高く評価され文化勲章やダミアン・ダットン賞を受けている。病理学においては多くの診察、解剖を通じて結核とライの合併の証明、中枢神経病変、動脈病変の研究など、 広範囲にわたる業績を残した。特に1919 19年の来結節乳剤をもってする皮膚反応の価値は、病形分類に大きく貢献する三つ田反応の基礎となる内容で、世界に先駆けた業績として高く評価される。三つ田反応は、その後、林文雄をはじめとする三つ田の文化生により、完成された。ただしこの反応自体は現在は抗原を入手する。 ことが困難になり、行われることは少ない。また、19世紀末から20世紀初頭、姿勢において、ハンセン病患者に対する、激しい危機と差別感情が存在し、それに対し当時の内務省が、本格的な対策を講じなかった状況において、果敢に患者の救済とハンセン病撲滅に献身した、ことも評価されている。以下の文化勲章受賞理由は、三田に対する、 肯定的評価を代表するものである。一方、主に20世紀後半以降、日本におけるハンセン病政策の不当性や、患者、元患者に対する人権蹂躙が論じられるようになるにつれ、三田に対する批判もなされるようになった。特に患者に対する強制不妊手術、人工妊娠中絶手術の実施や、ハンセン病患者の強制隔離政策、 村井県運動の推進に深く関わった点、1940年代以降、特効薬プロミン等による薬物療法の確立後も強制隔離政策の継続を強く主張し、第二予防法、1953年に積極的に関わった点等は、ハンセン病元患者や富士の豊かなどのハンセン病問題を研究する歴史学者などから差別や 人権侵害を助長したものとして批判されている。村井県運動に関わった組織による反省声明にも、三田の主張を受け入れてしまったことによる謝罪の弁があり、文化勲章を剥奪すべきとする人もある。このような三田批判に対しては、当時の文脈においては合理的な判断であり、また、三田自身には患者を救済しようとする人道的意図があったとして、 三田を擁護する反論もある。例えば、三田が患者救済と差別上緒という矛盾した行動をとった背景について、藤野豊は、大は恐ろしい伝染病であり、大患者が存在することは文明国の恥であるという三田独自の考えがあったからではないかと論じている。これに対して、三田に指示した医師西川一夫は、三田が、たとえ病原菌がなくなっても、 世間の差別の目のせいで、元患者が社会復帰するのは難しい。だから、あえて隔離するのだと主張した事例を紹介し、当時の患者を取り巻く状況においては、それなりの合理的な理由があったのではと述べている。また、患者への断種については、優生学に基づくというより、患者間の性の問題が関係していたとして、密度を擁護する論がある。それによれば、 各地の国立療養所では、男女別に収容されていたにもかかわらず、早朝に施設を準検すると男女が入り乱れて寝ている、姿が発見されることなどがあり、結果的に望まぬ、妊娠、出産が多発し、子供の不養の問題が施設の運営を圧迫していた。この問題に対して、ハンナ・リデルの運営する熊本海春病院など、キリスト教系施設では、 徹底して患者に禁欲を敷いたが、ミツタは人間の恋愛の情を強制的に禁ずることの無誤さを批判し、一定の制約の下で結婚を認めようという現実的な方針を採用し、結婚の条件として患者に生殖能力を人工的に消失させる男子手術を課したという。強制男子は当時においても違法であり、ミツタは 告訴されれば私が刑務所に行くまでだと革新的であったという。三田の人柄についても傲慢という評価がある一方で、謙遜で、はにかみや、気前が良い等の評価も見られる。実力者でありながら、医学博士号を取らなかったことを、謙虚さの証と見る者もいる。1907年の日本医学校の卒業証書に、 九大と署名した十八人の教員中、三田和人が医学博士とも、医学士とも書いていなかったという。年俸は、全症病院時代は2000円、愛生園延長時代は4000円であったが、研究や患者に必要なものには、気前よく支出したといい、気の毒な患者に会うと50銭を握らせたといったエピソードが語られいる。 三田のハの反戦病関連論文は5編の大に関する論文にまとめられている超東海1935から1952年以下には主要な論文等を挙げる著者名のないものは三田の短調また愛生開園50周年記念号昭和55年中別冊に愛生に書いたエッセイ短歌参考事項250編以上の大号が まとめられている。その他、ミツに関する論評や文献は多数存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。